ようございます。ちみまです。今日はですね、最悪。なんか今日日曜日で、ちょっと今日は日曜日のルーティンを撮っていくんですけど、7時に起きようとしたら8時半に起きちゃった。今8時半、やだ、今8時半なので、あと昨日なんとね、お家をして風呂に入ってない、やばいよね。からちょっと今からもう朝風呂をしていきたいと思います。早速やっていきましょう。レッツゴー。とりあえずお風呂に入ってきます。はい、というわけで今お風呂から上がりました。これね、むくみ取るやつなんだけどさ、めっちゃいいくて、もう朝風呂したら顔がすっきりしましたね。いやマジでね、朝風呂やっぱすごいわ。てか朝風呂の方がなんかもう本当になんか効率いいし、だって髪の作業がないんだよ、お風呂入れば。すごくない？いつも寝癖直すときにさ、あの髪とか濡らすけどそれがないんだもん。てか暇が朝風呂するの多分1年に2回とかしかないと思うから、今日は貴重なルーティンですね。じゃあ小顔マッサージをして髪を乾かします。なんかカメラがあれ曲がってる、OK、はい、今ですね、髪を乾かして普通に化粧水だけつけて、でヘアアイロンをしました。で、今から髪にオイルをつけるところです。でもなんかお風呂上がりの髪にワックスとかつけるのはちょっとなんか気が引けるなと思って、普通にお風呂上がりにもつけれるアンズ油、これマジで便利ですね、本当にこういう時とか。あのパサパサ感が今好きじゃないから、これでまとまりを出して、 OK。 もう9時なんだけど、どうしよう、9時半からやろう勉強。髪完成。顔はまだ全然完成してないですけど、まあいいよ、朝ごはん食べに行きましょう。はい、というわけで朝ごはんでーす。今日の朝ごはんはまずちっちゃい食パンと、あの目玉焼き職人のですね、 PAPA が作るあの目玉焼きです。で、あとこのお土産でいただいたリトルグリーンマン冷凍ので、あといちごとりんごです。はい、いただきます。はい、朝ごはん食べ終わって今9時54分なんですけど、ちょっと今からですね、動画を編集していきます。で、あの結構前まではパソコンで動画を編集してたんですけど、もう最近パソコンを開くのがまずめんどくさくてあの開くまでがちょっとね大変だから、最近カットだけ携帯でやってます。でもテロップとかは、まあ、自分編集って言ってもパパにほぼ入れてもらってるけど、テロップはあんまり入れないね。新大久保の動画ですね。じゃあアフレコしていこうかな。アフレコはいつも何もありません、台本とかも何も。突然ですが今回はヒマのアフレコも入れながらいろいろね、 V を、あー、噛んだ、三役っていうこの繰り返しですはい、というわけで今回はヒマのアフレコも交えながらやっていきたいと思います。なんかアフレコのテンション低くない日は。はい、ではですね、お勉強をしていきます。カフェオレも用意して、やべえ、これ昨日の水、昨日の水は絶対今日飲みたくない。暇的な考えなんですけど、その日飲んでた水は夜12時になったらもう絶対飲まないって決めてます。10時11分、やべえ、ねねえ、もう何やねん、こんな時間になった、もう何やってるよ。まあいいや、もう、こういう性格ですちょっとでも予定がずれたらもう本当にちょっとじゃないけどね、もう全然ちょっとじゃない。はあ、これがタイマーでもしよっか、1時間。スタート。やっぱやだ、これでやるわ。終了。集中できる音楽を流しながらやっていきます。ちなみに最近は結構 YouTube とか Study with me とか、まあ、集中できる音楽を流しながらやることが多いですね。やっぱこれで時間を計りたい。あー、鼻水ば。
あ、はい、お昼です。じゃん、超ヘルシー。え、何ですか？超ヘルシーなんだけど。あ、こうじに限ってチャイちゃんが電話かけて。はい、はい、こんな感じです。はい、今日夜ご飯をみんなで食べるので、はい、うんうん、それはあ、いっぱい食べるからヘルシーにしました。というわけで電話に出ましょうか。止まりましたね。で、ちょっとあの、で、そう、今日夜ご飯に、うん、ちゃいちゃんの誕生日会でみんなでご飯を食べるので、うん、ちょっとヘルシーにしました。はい、こんな感じしましたっていうか、ヘルシーにしてもらいました。はい、ポトフと胸肉のブロッコリーにお芋です。いただきます。はい、どうぞ食べてください。これから食べよう。はい、超無敵クラス見てます。あ、ひまちゃんじゃん。はい、というわけでおやつです。1時半ということで、超無敵クラスをあそこで見ながらですね、昨日なんとマネージャー、はい、マネージャーさんからいただいたバレンタインを食べていきたいと思います。ジャンポールエヴァンですね。そのこれ超有名なとこです。超有名なとこです。お兄ちゃんとパパメインらしいんだよ、一応バレンタインだからさ。でも、まあ、ひまが結構食べちゃうかもですって言ったら、まあいいよって言ってた。じゃん。うわ、めっちゃ美味しそう。これね、あのね、味が全部違うの。じゃあ食べていきましょう。ちょっと待って、どれがどれか一回見るから一回貸して。私はね、フランボワーズかピスタチオにしたいと思います。どれにしよう。ピスタチオでしょ、やっぱりいつも食べる。抹茶もいい、どうしよう。ちょっと待って、これはね、マジ決まんないんだけど。ピスタチオじゃない？ピスタチオにするか。だって最近ハマってるじゃん。じゃん、これがピスタチオ。いただきます。はい、はあ、絶妙。はい、というわけで今からまた勉強していくんですけど、まあテストだからね、もうそろそろ。いや、マジでやばい、本当にテスト、学校のテストだからね。まあ、まあ、で、あのね、スタバのね、BGM を聞きながら勉強してます。なんかこのね、スタバの BGM24 時間あるの。やばくない？で、その前に、チャーちゃんが今日誕生日会、チャーちゃんの誕生日会なので、ちょっとメッセージをね、ちょこっとですが書いていこうと思います。よし。かけた。これをよいしょ、OK。じゃあ2時間やって終わりですね。頑張ろうかな。頑張っちゃおうかな、ひめひめちゃん。はい、今からおめかしをしていきたいと思います。ちなみにあの後は無印の BGM を聴きながら勉強して、今もう4時半なんですけど、メイクをして今から向かいたいと思います。メイクってもまつげあげるだけ。メッセージカードも書いた。書いたよ。オッケー、で、いきましょう。入れた、入れた。はい、というわけで夜ご飯を食べに来ました。今回はちゃいちゃんのお誕生日祝いでもありますね。あと今の合計祝いです。はい、2時に終わります。はい、それではいただきます。いただきます。ママの弟のアッツーから応援で通ってもらいました。わー、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。髪型ひどすぎでしょ。ちょっと待って、さすがにこれはひどすぎる。ちょっと待って。はい、というわけでお家に帰ってきました。現在の時刻が11時になっちゃったんですけど、今からですねお風呂に入っていこうと思います。ただあのお風呂じゃんけんというものが我が家にはありまして、ちゃーちゃんじいじん家に行った帰りに、まあ、帰ってくるじゃないですか。したら結構時間が遅いから、誰が一番お風呂に早く入れるかみたいなじゃんけんをするんですね。私は今回、まあ、じゃんけんで負けたっていうよりゆっくり湯船に浸かりたかったから4番目になりました。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。久々にね、一日のまあ何もない、ほんと撮影もマジでこれしかしてない。マジで今日撮影も一切してなかったんだけど、昨日が怒涛だったから、またなんか今日もゆっくりできてとても良かったです。明日からまた学校頑張ります。では次回のひめひめチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。これかわいいでしょ。
なんだろうね。でもなんかさすがにこんなに残ってたら飲むけど、こんぐらいだったらもう、うん、なんかたとえコップとかでもそう。